にちは。おはよう、おはよう、おはよう。おはちれず、おはよう。おはよう。すすすすすす。おはよう。いや、ちりみちゃん、ありがとう。今日も帰れ、嬉しい、ありがとう、たかぱぱさん。こんばんは、ありがとう、ゆむちゅう、ありがとう、おはよう、おはよう。皆さん、おはようございます。朝早くから来てくれてありがとうね。今日も可愛いでちゅ、嬉しいでちゅ。おはよう。おはようございます。ゆうちに夢中。よかったら明日言おうか。よかったら応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。今日から今日は1枠目2枠目3枠目とあります。ちょっと待ってください。ちょっとこの枠を変えようかと思いまして、星とかの関係なんですけど、何分ごとが有利なのかなとかっていろいろ考えたんですけど、いっちゃんさん、レインボースターありがとう、嬉しい、ありがとうございます。いっちゃんさん、レインボースター、ぼっくんさん、ハートありがとうございます。いっちゃんさん、真珠ありがとう、嬉しい、めちゃくちゃありがとうございます。やばい、めっちゃ順位下がってきてる。コツとかないかな。わしは初見じゃなかったのかな。いや、イングリッシュママさんはずっと来てくださる常連さんです。おはよう。1枠目30、45分ごとでしょうか。45分ごととかやばいかな。始める時間は3時間空けること。あ、そうなんだ、3時間空けるのか。どうしよう。7時から8時、こんな感じなんですけど、今はこんな感じ。タイムテーブルは昨日のままです。ここから帰った方がいいかな。おはよう、オカメさん、はじめまして。 SU48 さん、研究生のアラリアです。方のフォローもってます。一週間にありがとう、ゼロさん。どうしようかな。なんかね、みんななんか1時間もやってない気がする。なんか30分ごととか45分ごと。おはよう。どうしよう。いっちゃんさん、ハートありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そう、夜は配信できない。今のままで問題ない。え、オッケー、ありがとう。終わらないといけなくって、夕方や夜は配信できないから、これ以上やるくなっちゃう。ありがとう、プロさん、たくぱぱさん、ありがとうございます。すすすす、リエチリミチありがとう、天下街さんありがとう。今日も頑張ります。今日も木曜は13位かな。昨日の取り戻す感じで頑張ります。すすすす、おはよう。昨日は最終13位ぐらいまで行ったんですけど、そうだから今日もそこを目指して頑張ります。グラファンさん、レインボースター、ありがとう、たくさん、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、グラファンさん、たくさん。
さんのレインボースターをありがとうございます。配信この前ゆるいすんごいの配信できるから30分で枠取って、30分あやさん、あやさんだよ。もくさんハート嬉しい。何か配信企画、そう考えて何がいいんだろうってずっと考えてたんですけど、もくさんハートありがとう、かおちゃんさんレインボースターありがとう、たくさんありがとうございます。たくさんのレインボースターをありがとう、かわちゃんさんありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。もっくんさんハートたくさんありがとう、ハートやこと嬉しい嬉しい、ありがとう。もっくんさんありがとう、かわちゃんさん、ブラバンさんありがとうね。あります、料理配信ね、確かに。でもママに料理配信とかって言ったらなんか綺麗にしてないからみたいな言われちゃった。朝なのにすっきりしたお顔が、え本当に嬉しい、ファンマンさんありがとう。リアチュリ夢中、ちょっと今からこれ映してんかな。朝ごはんはあの米炭水化物じゃなくてこれ飲もうかなって思います。なんかゼリー、あゼリーグルーチンかな、ゼリーを飲もうかな。なんかあんまりカロリーもなさそう。木の実本、えそうなの、すごい、いいね。出てて開かない、あれ開かない、買った50個いかんだよ、嬉しい、ありがとう。キップさんバイバイ、ありがとう、来てくれてわざわざ嬉しい。部屋に行こうね、あ確かにホットプレート、いいね、いいかな、ホットプレート、そう美味しい、美味しいから、そう、カロリーもない、うん、マジでなかったかな。今日はいいのか、頑張ってください。うん、うん、え、ポテト L をほぐしたの、すごい、怖い、頑張ってください、お大事にね。やばい、今日ダンスやばい、タワーのお礼書きます、昨日の。
言葉れてんのよね。ジェルドリガーは倒れた。ああ確かに。おはよう。リアチを応援してください。皆さん忘れずに SM に一緒に。ありがとうプロさん。ぜひ皆さん SM に一緒にやらなかったわ。言ってください。あそっか、ミーポン苦しそうだったわ。前にマックでパンのバカセット食べてからの状態。すごっ。自分で決め、すごっ。筋肉痛、あ、でも最近はないかな。ありがとうね、プロさん。ぜひよかったら皆さん参考にしてください。リア中も大食いチャレンジしてほしい。いいよ。リア、お姉さんご機嫌。気づいたら言ってあげて。ありがとうね。あだちさん、熊タワー、昨日はありがとう。熊タワーたくさんありがとうございます。ありがとう。熊タワー。あぶつさんありがとうございます。よし。今日も会社ここ、嬉しい、まさにありがとう。いっちゃんさん、じじいありがとう、じじい、いっちゃんさんありがとうございます。半レベルに達成、おめでとう。姉妹でゲーム、ああ確かにゲーム企画いいね。おはよう、おはよう。スバルさん、おはよう。ターさん、たくさん真珠ありがとう、ありがとうございます。おはようございます。スズスズ、シンくんたん、シンくんたん、サンデケン、朝配信してくれるやつがす。最終的に今日13位まで行けたらいいなって思います。プロさん、エスミン兄ちゃん、あ、しらしありがとう、ありがとう。わんこそば食べたことない。あ、確かに企画でわんこそばやりたい食べれないかもだけど、わんこそばをどんぐらい食べれるかなみたいなやつをやりたい。やったことなくって、今ちゅう映らなければね。どうしよう、やりたい。どういうやって配信すればいいんだろう。画面すればいいかな、ゲーム画面見せればいいかな、ゲーム配信する時。ありがとうございます。こちらこそ、あだちさん、昨日はありがとうございます。嬉しかった。あなたは。リッチに夢中、ありがとう。ん？4杯。え、そんないけるの？苦いね、もちファン。うん。どうしよう。ダメなんだ、画面見せると切られるんだ。ラフなプロネイス、おはよう。今日はスティアーティドーカーイベント頑張ります。よかったら応援してくださると嬉しいです。並べしながら見ています。並べ対戦できない、一緒にみんなともっと対戦したい。
見せてくださってありがとう。通勤お疲れ様、頑張って。オセロトランプなら落としてもいい。なるほどね。七並びの4個と星5個のカード。リア充はね全部揃えました。好きな食べ物ね、ハンバーグ、ハンバーグ作りたい。めちゃくちゃ時間かかりそう。企画どうしようかな。クランチチョコ作るのもいいなって思いました。100円入る必要がある。大きさによるんですけど、このぐらいだったら3個か2個。続けんね。料理配信いい。おはよう、最初フルコース完了ありがとう。クランチチョコを作ろうかな。次は9時からなのでよろしくお願いします。結構これお腹たまる。2、3個じゃ大食い。確かに大食いチャレンジやらない。大食いチャレンジいいね。そうそう、火を使わないね。そうそう、場所が困る。そう、めどくちゃん、めちゃめちゃ星さん、週間にありがとう。ディガントさん嬉しい、ありがとうございます。そう、どうしよう、大食いチャレンジ。でも食べれなそう。どうしようかな。クッキングしちゃう。確かに、お、激辛、激辛。どうしよう、キムチとか激辛になるかな。さすがに激辛じゃないね。辛いチャレンジでもね、あれだと、ね、大食いできん気がする。なんかカップ麺は、あ、みんなカップ麺、カップ麺で大食いは絶対できない。なんでできるんだろう。何の企画でやっちゃう。まず次はクランチチョコを作りたいなって思います。好きなお菓子はね、結構ありすぎなんだけど、ちょっとねじじこ回したい。ちょっととりあえず気をつけてる。そう、大食い、そう、大食いするのね。でもなんか大食いするものがない気がする。なんかなんて言うんだろう、なんかカップ麺はなんか
1個しか絶対食べれないから大食いにならないし、なんか難しい。うん、どうしようかな。ちょっと企画を考えたいんですけど、企画どうしよう。火を使いたいんだけど、大食いは取っちゃう。大食いはね、食べからジャッチョコだね。あ、確かに。大食いね。あ、やっとミカさんレインボースターありがとうございます。嬉しい。シシシシ、タコパいいね。タコパもいいね。あ、ゆうちいた。あ、確かにチークガチャージいいね。買えばよかったかも。お絵かき配信いいね。お絵かき配信やろうかな。まずはちょっとボードでやりたい。皆さんがお題出してくれたら確かにます。じゃあちょっと30分からお絵かき配信します。皆さんがお題出して、あ、絵しりとりね。ゾウ、ちょっと待ってね。どうしよう、もう始めちゃう。あ、ホットプレートね。おー、リアイスミ、リアちゃん3つありがとう。え、ちょっと待って、どうしよう、もう始めちゃう。ちょっと今から絵しりとりね。いいね。お絵かき配信決まって。新しい画伯？確かに書道ね、いいね。ありがとう、欲しいな。何も見ずに真っ黒クロスキー。あ、オッケーです。ちょ、何も見ずに真っ黒クロスキー。モンモン？あー、確かに。モンモンね、難しそう。真っ黒クロスキーいきます。あ、え、ゾウさんもいいね。まず、ちょっとお題出されたら全部いきますね。まず、ゾウさんからいきます。ゾウって目、開けていいんだよね。尻尾がこうなってて、尻尾がこんな感じだっけ。やばい、何も見ずに描いたら分かんなくなる。どうしよう。え、待って、助けてみんな。あ、でも、え、待って、意外にゾウかも。意外にゾウかも。いくよ。やん。え、待って待って待って、これはマジ本当にうまくいった。うまくいった。モンモン、え、どうしよう、モンモン描こうかな。見て、ゾウさん。え、どうですか？かわいい、リアチューゾウさん。リアチューが描いたゾウさん。じゃあ、次は、真っ黒クロスキー何も見ずに描きます。ゾウうまい。あやじいさん、鍵柄ありがとう。はるさん、ハートありがとう、たくさん。嬉しい。次のスーさん、ハートたくさんありがとう。うまい、本当に嬉しい。ハートやか突破ありがとう。あ、まつげです。ちょっと真っ黒クラスケ描きます。
きます。え、待って、意外にむずいかも。ドキドキしてるんだよね。あ、できました。マックロクロスケ出たおいで。りょうね、お姫さん、お欲しい週分と50リアちゃんの時、嬉しい、マサル、ありがとう、嬉しい。真っ黒クロスケ出ておいで。真っ白白つけ、確かに白い確かに白い。じゃあ次はもんも描いてみたいと思います。じゃあ行きます。髪の長さのぐらいだけ、あ、こんな、髪の毛はここから生えてるんだよね。ほんまにね、人のね絵は苦手だから。おはよう、おはよう。あどちさん、クキ付きのバラありがとう。やめて、これめっちゃ見るの恥ずかしい。大阪で間違えされるの。3000万人ありがとう。筋肉マン、オッケー、相方だから書けるか、よかった。スカートズボン、ズボンにしちゃうか。うん、どう？本文書きました。あ、筋肉マン、額にここに肉って書いてあるんだ。おはよう。ママかわいい。モモです。かわいい。やつ画伯、画伯ですか。かわいい。ぴょん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 。わあわあわあ。筋肉マンって誰ですか。ネズミまだ描いてないかな。よ、師匠、師匠。じゃあちょっと次は、ちょっと筋肉マンを描きたいと思います。誰かわかんないけど、なんか予想で。肉？え、てっぺんに三角なの？筋肉マンって人間だよね。
待って待ってね。そうでか筋肉も。ちょっと待ってね。え、待って待って、意外にうん、筋肉作れば何でも筋肉マンに。牛丼好きなの、ちょっと牛丼も横に添えとこう。え、待って、めちゃくちゃうまくいったかも。これはびっくり、私もびっくり、うまくいった。今皮肉マン肉。え、待って、よくないですか、筋肉マン、筋肉の親戚超人。全国会社おバイト、ありがとう、嬉しい、たくさんありがとうございます。全国会社ありがとう。え、待って、うまくいった、なんか特に足のとことか。うまくいった、かわいい。これが伝説の筋肉マンです。ちょっと待って、名前も書かなきゃ。筋肉マン、うん、牛タンね、書いてるのがポイントだね。牛マスクマンって言ってたよ、マスクマン。リア中の筋肉マン、スクショ、筋肉、筋肉。力のこぶ何個、3個か2個か。12、左手は12345、7個で、なぜか右手は2個。腕はこぶはラクダよりあるね。くんたしさん、ありがとう、はじめまして。ST48 さん、キーケースのアラリアで仕方が花まってます。どうスタイル、筋肉マン以上です。次書いてほしいのとかありますか。そう、ラクダめっちゃ筋肉。次募集します。何がいいですか。あ、そうなの、左利きなの。あ、そうだ、そういうことにしとこう。サメ、あ、でもなんかユニバのサメ、ウサギ、あのサメ思い出して、結構あの写真見てたから結構いけるかも。上手、意外にやばかった。え、待って、わかんないわかんないわかんない。待って、助けて、みんな
校でピースとかするんだよ、うん、ピースするんだよ。上手、上手かも。ごめんね、上手になっちゃった。これはね、絵やってます。どこの広島の写真で上手になっちゃった。上手な絵になっちゃった。そう、あのこれはユニバになんかこういうのあって、上手ので、それで、ね、その前で人間がポーズしてるって感じ。そう、撮影スポット、そう、これ、これがまあ、これはもう、これはもう上だけ見てくれたらいいな。これは紐吊るしてる紐です。アウラじゃないんだよ、アウラじゃない、アウラじゃなくて紐だよ。上手を釣ってる。食べられる、食べられる、確かに、確かになんか恐ろしい絵ですね。わかるよ、ある、そう、ある。夢中に夢中、ありがとう。吊るそう、吊るしてる紐描くスタイルでした。あ、でもウサピョンはね、めちゃくちゃ得意。そう、上手にピース描けたかも。確かに音楽怖い。うさぴょん描くね。一応うさぎもちゃんとした人間の目だよね。あ、待って、うまくいった。ちょっとモハモハし、うさぎ、おはちゅう、夜勤明けで帰ってきたから、いや顔だけ見たよ。嬉しい、ミルくんありがとう。かわそう、よしっこさん、レインボースターたくさんありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、よしいこさん、 T シャツにしていってください。じゃあいきます、せーの、うさぎ。ちょっとチャームポイントは目、クリクリしたお目目かな。あ、やばい、まつげ濃くなっちゃった。チャームポイントはこの目、クリクリしたお目目ですかね。で、次のチャームポイントはこの、なんだろう、この鼻とか口かな。そう、見て描くのは、見て描くのはめっちゃ得意だけど、見ないで描くのはやばい、本当に想像できない。秋元先生、ぜひとも。キャワ、人面ウサギですか。半分ウサギ、 50%、 70%。ウサギだよ、ウサギ、ウサギ、全然ウサギ、全然ウサギだよこれ、全然ウサギ、誰が、誰でもわかるウサギ。かわいい。これが飛び跳ねるとちょっと怖い。ここへか。イケメンウサギ来た、確かに。え、今夜の目出てきそう。確かに目が人間。あ、でもさ、ウサギも一応こんな感じの目だよね。でもウサギですけど、何かウサギですけど喋りそう。描いてるファンが当てるのどうかな。他の3期生誰がいい。
誰がいいですか。特徴つかまれてね。他の三人誰がいい。ユイニャンミューポン、オッケー。ユイニャンミューポン、ミューポン書きます。まずは多分昨日ユイニャン見たからいけそう。ユイニャンの漫画はなこんな感じなんだよね、前髪は。でこんな感じで、こんな感じで生えてる、こんな感じでした昨日は。こんな感じでした、こんな感じでした。あ、やばい、カクンカクンしちゃった。ちょっと待ってね。やば、鼻水が。おばんちゅうすぎ。ゆいたん、さっちいたんね。ちょっと待ってね。昨日のゆいなの服装はこんな感じ、こんな感じ、レースだった。こんな感じでレースがついてて、手が入ってて、身の手で入ってるか。で、スカートだった気がする、スカートだった気がする。スケネ、ジョージさんはじめまして。スティーファーチェさん、研究生のアラリアでしかたらほらまた。やばい、なんだろう。アダチさん、専門料たくさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。木原さん、はじめまして。シティホッチと3期ですのアラリアです。やたらほら待ってます。あ、でも特徴はつかめたかな。ユイニャン、あんまりユイニャンパンには見せたくないんだけど、ごめんね、ユイニャンだよ。ああいう、こんばんちゅう、あ、こんばんちゅう、こんばんちゅうなっちゃった、定型文が。私の特徴はこの長い髪と服かな、服がこんな感じで、でちょっとユイニャンはすごいお目目が大きくて、まつげ、そうでかな。ですごいなんかすごい印象、かわいい印象、ほやほや、まつげかな、印象、まつげと、うーん、ほっぺ、服がうまくかけてる。ちょっともういいんやな、終了。次はミューポン描きます。言われたゲームは見た、あ、ほんと嬉しい。ほっぺがいい、ほっぺが、そう、ほっぺが、お、知る、リアチュー、リアチュー。ミューポンの前髪はこんな感じで、あーやだねー、やだ、変なるよ、こうして。
レッスンの時のミューポンね、書くね。スカートが透けてるやばい。ひーちゃんとひーた、たかばばさん、ココナッツユースありがとう。え、本当に余計に、え、嬉しい、ごさんさんさん、ありがとう。ひーちゃん書けそう。みーぽん書きました。なんかみーぽんはポニーテールしてるイメージがあって、で、ちょっとまつげが、みーぽんはすごい長いのが特徴です。ここは長いのが特徴です。いつもね、レッスンポニーテールしてる。ひーちゃんとひーた、いいね。ひーちゃんとひーた、こんな感じです。どうですか、みーぽん元気そう。そう、元気そうね。嬉しい、ありがとう。ポニーテール高めすぎますか。あら、大木さん書いちゃった。じゃあ次はヒータン書きます。わらわらって、平安貴族、ほんと？なんとなくわかる。あ、なんか昨日なんか髪型が可愛かったですね、ひーちゃんの。なんかちょっと送り毛出してて、ここにビヨって。ちょっと待ってね、ひーちゃん、できた。ひーちゃん来ました。日本史得意そう。キノットさん、貝殻ありがとう。いちごたん、あやじいさん、ありがとう。貝殻、野口さん、野口さん、なんで、野口さん、キッキッキ吹きつけ、ひーちゃんさんは髪、前髪がこんな感じですね。なんかこんな感じ、こんな感じです。ひーちゃんの前髪は、こんな感じ。あ、でも髪はうまくいきました。まつげがすごい可愛いですね。ちょっと待ってね。3期の LINE スタンプなんとはリアちゃん、え？え？できた。みんみんさん、リンゴスターありがとう。せーの、ひーちゃんのひーたんさん書きました。どうですか、目が離せない、これ。ひーちゃんとひーちゃん書きました。今でひーちゃんは、昨日はこういうお団子ヘアしてて、で、目がちょっと大きめのクリクリなのが特徴です。
で、ヒーターは、これは、前髪とかは結構巻いてあって、こんな感じで、まつげがすごい巻いててあって、綺麗で、こんな感じ。ミッキー、ミッキー。やだ、ミッキーじゃない。モデル風、モデル風でもないですね。大丈夫これ。大丈夫ですか。グラファーさん、いいね、ありがとう。嬉しい、いいね、たくさんありがとう、グラファーさん。テロップ確かに。昨日のそんな髪型、そう、昨日そんな髪型。髪型違うだけ？髪型違うだけか。なかなか、え？すごいですか？多分大丈夫？本当？M たちさん、かわいい、たくさん、ありがとう、嬉しい。おやすみ？生きてますか？おはよう。ひーちゃんとひーたんが来ました。ひーさんとひーたんさん、ひーさんとひーちゃんさんとひーたんさんが来ました。かわいい。あ、じゃあ3期の子書くので誰か当ててください。誰か当ててね。あ、やっぱやめとこう。キャラクター書くので何か当ててください。キャラクターね、キャラクター、キャラクター、キャラクターにします。キャラクターめっちゃ簡単。初級からいきます。お友達も書いとくね。そう、じゃあメンバーちょっとやめときます、怖い。やすのりんさん、たくさん、ラスビスカさん、ありがとう、嬉しい、嬉しい。広島のけいさん、ココナッツジュースありがとう、嬉しい。やちむちゅう、よし、かけた。これはめちゃくちゃ簡単です。これはめちゃくちゃ簡単。この方当ててください。誰でしょう、誰でしょう。めちゃくちゃ簡単です。誰、赤ちゃんでもわかるかも。あ、赤ちゃんもわからないか。幼稚園。いっちゃんさん、ココナッツジュースありがとう。メロンパンさん、ハートたくさん、嬉しい。サッチ、チアルコちゃん、マルコ、メロンパーズハートありがとう。まるちゃん、ヒント出します。せーの、じゃん。ヒントこれです。メロンパーズたくさんハートありがとう、嬉しい。たまちゃん、まるちゃん、まるちゃん、たまちゃんだな。正解は、正解はちびまる子ちゃんでした。みんな正解。サッチいたんではないよ、たまちゃんがわかる。ハートエッグ受け取って、ありがとう、受け取り、ありがとう、嬉しい。エジプトの王様。違います、まるちゃん、たまちゃんで、さくらももこさん。違う、違う、さすがに姉妹じゃない。エジプトの王様、さすがに違います。初級編クリア、みんな多数いたので。
これはもう特徴がありすぎて。で次いきまーす。次も初級かもしれない。いきまーす。キャラクター、でもあまりキャラクター知らない。いて、キャラクターどうしよう。え、待って、これ8時までだった、時間忘れてた。8時までだった。ちょっと最後いきます。じゃあ難問、超難問、ででん。もうちょっと8時までなので、超難問、ででん。キャラクター、ででん。ででん。ちょっと大きめに書こう。髪型どうなんだっけ。簡単かな。顔の輪郭がちょっとやばいです。せーの、はい。村上さん、はじめまして。 ST ホテルさん、研究生のアイリアです。仕事します。仕事お疲れ。17人パチパチありがとう。めちゃくちゃヒント、これ。何か勉強しようよ。めちゃくちゃ、あ、本当だ、首がない。首がなかった。勉強が、あのヒント、壮大なヒント。どうしよう。ヒントは勉強が得意。メガネしてないよ。やばい、手が生えてなかった。え、すごい、かき氷。正解がいます。いきます。答えはじゃか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 じゃん、出来すぎくんでした。ここにしずかくん、勉強しようよが入るんですよ。ちょっと似てません。けんたくん、マックの店内にリアチューの声を届けてしまった。リアチューの声届けた？よく当たったな。え、すごい、みんな。
じゃあちょっとそろそろ終了します。次は9時からです。またね、ありがとう。漢字にすれば3文字。またね、お疲れ様です。ありがとう。13位3番のねサポーターさん、ありがとうございます。12位ターさん、ありがとうございます。11位あやとるみかわさん、ありがとうございます。10位ジノッツさん、ありがとうございます。9位あだちさん、ありがとうございます。8位広島のけんさん、ありがとうございます。7位電化会さん、ありがとうございます。6位いっちゃんさん、ありがとうございます。5位かわちゃんさん、ありがとうございます。4位たかぱぱさん、ありがとうございます。3位エムズさん、ありがとうございます。2位やすのりんさん、ありがとうございます。そして今日の1位はよしひこさんです。ありがとうございます。今日の1位はよしひこさんです。たくさん皆さんコメントありがとうございます。そしてまた次の枠は9時からです。よかったら、おいくんもちろんよかった次の枠は9時からです。また皆さんお会いしましょう。たくさん壇上登ってくれてありがとう。楽しかった、よかった。9時から会いましょう。バイバイ。また次の配信でお会いしましょう。仕事やけんな。あ、そっか、頑張ってね、お仕事も。バイバイ。配信ありがとう。こちらこそありがとう。バイバイ。